はい、こんにちは、こんばんは、たかです。ドル売りで決着ですかね。直近で大きなイベントというと金曜日に雇用統計を控えています。ドルが安値を更新してきたというのもありますから、ひとまずこの雇用統計までは、ドル売りは強くここを意識をしていくことになりそうですね。そうなるとドルストなんかは底堅い動き、やっぱりこれを見ていくことになると思います。これを踏まえて各チャートをですね、まずこちらがユーロドル、1時間足に冷やしを重ねています。ドル弱かったですね。高値を結果的に抜けてきました。これで上昇トレンドしっかり見えたことになりますね。足場もしっかりしていますから、まだこのトレンドはしっかり追いたいところ、日足の高値更新は意識したいということになってきそうで、ただ高値更新ですからね、過去を見ても抵抗抜けてきてますんで、今の現在地がちょっとこう見えにくい。はい、ということでこちらが4時間足、少々重ねています。週足見ていくと今週の週足も陽線になってきてますね。よほど大きな売りが入ってこなければ、週末金曜日にね、こういう時ありますから、ちょっとここが気になるところですけども、無難に行けばこのまま陽線になってくると、上げの流れが明確に見えてきていますから、直近の高値を目指した上昇はまだ見ていくことになりますね。そうするとまだ上げ余地も十分ということになりますから、これはひとまずもロングで、見ていくことにはなるかなと思いますね。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。短期足見ていくと 1.08 の後半あたり、ブレイクしてきたということになりますがね。値動き見ていても一旦このあたりで足場を作ることになりそうで、であれば今日の戦略、シナリオはサポート探してのロングということになってきそうです。今日はこうドルの決着、ドル売りを見たいと思ってますんでね。あまり難しいことは考えずに、素直に押し目買い、狙っていきたいと思います。はい、変わりましてこちらがユーロ円、1時間足に冷やしを重ねています。円相場がちょっとこう難しい動きしてるんですね。なかなか高値も安値も抜けてこないという状況になっています。ドルが動いてますからね、個人的にはやっぱりドルを中心に見ていけばいいのかなと思いますけども、クロス線に関してはやっぱり調整局面、方向感ないような状況、現在地を見ても真ん中ですからね、これは無理をする必要全くないんじゃないかなと思います。真ん中ですからね、この位置から買いが入るか売りが入るかわからないですよね。どういう動きをしてもおかしくないような環境だと思います。真ん中からポジションを持つんではなくて、やっぱりやっていくんなら上から売るとかね、下から買うということになってきそうで、待つということが大事になってくるんじゃないかなと思うんですね。今はちょっとこう中途半端な環境かなとは思いますね。はい、変わりましてこちらがポンドドル、1時間足に冷やしを重ねています。これもドル売り決着ということになりますかね。強い上昇になっています。高値も抜けてきました。 1.27、ずっと抵抗になっていたんですけどね、これも抜けてきましたね。これで分かりやすく流れが出てきたかなと。当然今日もこう冷やし高値更新は強く意識したいところですね。高値も抜けてきましたんでね、次の抵抗体というのがちょっとこう見えてこない。はい、ということでこちらが4時間足、少々重ねています。週足、ユーロドルなんかね、まだこう上げ余地もあったわけですけども、このポンドドルを見ていくと若干ちょっとこう気になる動きはありますかね。調整局面、週足の調整局面ですね。現在はこう週足の下から上まで買いが入ってきている状況で、もうそろそろ高値圏なんですね。目先の動きを見ていると強い流れが見えていますから、まずはこちら優先で考えていくことになりますけども、売りが入ってしまったらちょっと嫌な位置にはなってきますよね。上げ余地がある場所かというとそういうわけではないというところは押さえてはおきたいです。さすがにこうすぐに売っていこうとはならないですけどもね、売りが入った際にはその売り、押し目買いしていいのかどうかは少しこう考えたいところですね。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。短期足見ても上昇トレンドがはっきり見えています。特にこのあたりですね、 1.27、超えるか超えないかという動きもここだけではないですね。ずっとそういった動きがあったわけですけども、さすがにこれはもう明確なブレイクと見てもいいのかなと思います。すると押し目はしっかり買っていきたいと。高値更新は強く意識をして見ていくことにはなりそうで、そうなると今日の戦略、このあたり足場作ることになるんであればね、この足場の加減、サポートを探してというところが、まずはメインのシナリオになってくるかなと思います。見ていきたい流れはユーロドルと全く同じですね。ただユーロドルと違うのが、週足環境の高値が見えてるかどうか。ポンドドルは若干この高値が見えてきてしまってるんですね。ユーロドルはまだ上げ余地があると。このあたりは少し違いとして抑えてはおきたいところですね。はい、変わりましてこちらがポンド円、1時間足に冷やしを重ねています。円がまだまだこう調整局面、動きがないですからね、当然クロス円もその動きに、付き合わされている格好になりますかね。現在地も真ん中なんですね。ユーロ円なんかと比べるとね、高値から売りが入っている分流れは若干見えてはいますけども、ただ言っても所詮はレンジの動きに過ぎないかなという気はしますね。大した動きはしていないように思います。
現在地も真ん中ということになりますからね、無理をするような状況でもないかなと思います。まあやっぱり今日はもうね、ドルの弱さ、ドルを中心に見ていく日になってくるかなと思いますね。はい、変わりましてこちらが5ドルドル、1時間足に冷やしを重ねています。昨日5ドルがかなり強かったですね。ドルも弱かったということで、一番こう強弱の差がついた通貨になったかなと思います。当然冷やしを見ていくと大陽線、なわけですけども、現在地見ていくとちょっと気になるところ、直近の高値これまだ抜けてないんですね。ポンドドルは抜けています。ユーロドルも抜けています。ただ5ドルドルは抜けてないんですね。昨日は確かに強かったですから、目先の動き見てるとかなりこう強いですからね、あっさり抜けてしまうかもしれませんけども、個人的にはこういった環境ってちょっとこう気になってしまいますね。昨日これだけ強いトレンドが出ていたわけでね、これだけ強かったんであれば、抜けて引けて欲しかったところですかね。ですけども抜けていないということは、抵抗が出ている、上からは売りが入っているということにもなりますから、このあたりで足場組み出してくると、ちょっとこう面倒くさい動きにもなってきそうでね。ドル売りを見ていくということは、上昇トレンドを見ていくことになりますけどね。そのためには超えないといけない抵抗、0.65 の後半が今強い抵抗になってしまってるかなと。つまり高値圏ですよね。高値のロングは気をつけたいということになってしまいそうです。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。直近の高値、これを見ていくと少し抜けてきてるんですかね。強い上昇トレンドは見えています。なので、短期足見ていくと、こう、締め買いを見ていくと、サポート見てのロングということになってくるんですけども、ただ上位足を見ていくと、このあたりは抵抗になってると、ここをどう捉えるかですね。昨日相当強かったですからね。シンプルにこう、締め買い見ていくのもいいと思いますけども、上位足の環境が気になる人はね、少し警戒してもいいかもですね。あまり気にならないよという人はね、短期的な押し目買いは積極的に見ていくような環境だと思いますね。はい、変わりましてこちらが5ドル円、1時間足に冷やしを重ねています。クロス円の中では一番弱い通貨として今は注目をしています。なので円の方にこう買いが入ってくれば5ドルの弱さが効いてくるかなと思ってはいるんですけども、ただ昨日5ドルしっかり買いが入ったんですね。少し気をつけたい動きです。ただチャートの方見ていくとまだレンジから抜けてないですからね。これ抜けていればね、少しこうリバウンドなんかも警戒しないといけない動きだと思うんですけども、抜けていないですから、この位置から積極的なロングを考えるかというと、自分もやっぱり警戒をしてしまいますね。円の買いの流れがまだこうはっきり見えてはいないんですけども、売っていくには正直いい位置かなと。下落トレンドの戻り売りを見ていくにはいい場所かなというふうに思います。ただしこれ抜けてしまったらね、戻りがはっきり見えてしまいますから、ショートをしていくんであれば抜けたらどうするか、そこだけこうしっかり考えて見ていくことにはなりそうですね。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。短期足見てもこういったレンジが見えてくるんですかね。現在地が高値圏で少し値が止まっています。ここからもう一段上げが出てくると、これは冷やしの波の反転が見えてしまいますから、98円の20あたり、このあたりが一旦の抵抗ですね。抜けるか抜けないか、ブルビアの分岐点、強い流れを見ていこうと思うんであれば、これが抜けてくると。ショートとか、波の反転とか、そういうところを見ていこうと思うんであれば、これは抜けてほしくない強い抵抗体ということになってきます。現在はまだ抜けてないですから、であればこう波の反転意識してね、こうショートをしていく場所を探るというのは面白いと思います。ただ、円がね、まだこう方向がないんですね。そういうところで、そもそもね、このクロス線を積極的に見ていこうかどうかは慎重になって考えるべきだと思いますけども、チャートだけで判断していくんであれば、高値圏で値が止まったということにもなりますし、もともと売りの流れ、上値の重さも見てましたからね。なので、一旦ショートを見ていくのは面白いタイミングだとは思いますね。はい、ということで、まずは黒線ですけども、黒線はもう調整の動きがもうはっきり見えてますからね、基本的にも様子見でもいいのかなと思います。そしてやっぱりドルですね。ドルが安値を更新してきました。ドル売りが強く出てきたということで、当然ドルスは強い流れが出てきます。週末の金曜日に雇用統計を控えてますから、この金曜日の雇用統計まではこのドルの弱さを見ていこうかなと、上昇トレンドを見ていこうかなと思います。特にこうユーロドル、あとはポンドドルに注目をしていこうかと思うんですけども、特にユーロドルに関してはね、上位足を見ても抵抗が見えてこないです。ですから、これは積極的なロング見たくなりますね。シナリオとしてはね、一旦足場を作ってのログ、サポートを探していくということになってはきそうです。今回は以上になります。それでは今日も頑張っていきましょう。